先生のノノノエロンと天才アゲハノボノです。ということでですね、本日は私たちですね、車で東京から大阪に行くということで、パーキングエリアにたくさん寄るので久しぶりにやります。パーキングエリア回りまくってみた。でしかも大阪まで行くからね。前回は静岡に行くときにパーキングエリア回ったんですけど、ちなみに現在の時刻はこちら4時47分ということで、4時47分一番最初はこちらでございます。瞬間は10万でまずに来ました。ちなみに私たちスピンでございます。一番最初雨ザーザーだったんですけど、一旦止んだのがここでした。ちょっと中に入って何が売ってるのかちょっと見ていきたいと思います。なんか買いたい、ね。ということで、ちょっと買ってきたんですけども、外出たらですね、なんと外見てください、超綺麗だわ。超綺麗なんだけど、感動なんだけど、全然もう朝だよ。写真撮っちゃう。はい、ということで買ったものを紹介していこうと思います。ここでまずパンケーキ、これどら焼きなんだって。220円。1個ね。なんか束でも売ってたんだけど、1個でも売ってた。何これ、一口。あ、1個私がスモークチーズ買ったわ。これいくらだと思う？4枚で。やば、4枚でいくらだと思う？高そう。500円。600円。びっくりだね、自分もパパに渡した時にびっくりしたもん。これ美味しそう。723円。なんかついてるし。本当だ、カマンベールチーズ入りのかまぼこだって。絶対美味しいじゃん。私が買ったのはこちらです。580円。塩がうまい、バターポテト。あとピンモン。ピンモン213円。黒が3円で、全部で合わせて2525円。ニコニコだ。怖い。呪われてるかもしれない。いいことでしょうよ。ということで、じゃあちょっと1パーク目で写真撮りたいんで、全然タップダウンで撮ってるんだけど。え、タップダウンしてるよ。じゃあちょっとあのかまします、写真を。いいですか、ってことで。じゃあちょっと車でまた移動したいと思います。じゃあ次のパーキングエリアについてるのえの。まずかまぼこいただきます。めっちゃ美味しい。これを食べます。ありがとうございます。かけていただきました。美味しそう。まあこれも味は絶対わかるんですけど、食べます。うんうん、めっちゃじゃがいもです。身用のハサミ。これは身用のハサミ。いただきます。ということで、次のパーキングエリアはこちら。清水です。どっちなんだろうね。清水だったら、清水寺じゃない？うん、京都もうついちゃってる感じなんですけど、清水です。ここはちょっと何があるのか分かんないけど、ちょっとやってなさすぎなんで、ワンチャンミニストップしかやってないかもしれないんですけど、周り見ていきます。5時26分です。今回の旅は、お店に向かって、私たちの顔と背景、ベイベイしてる。ああ、そうなんだ。すごくない？なんか、このパーキングエリアだけ、さっき、その、カーナビで、ピザーラのマークが出てきたのよ。期待値上がりすぎ。ピザーラあるってすごくない？どんべい？どんべいだけど、すごい、やばい。どんべいだったはずなんだ。初めて知った。すごい、シズラって本当にミッドナイトブルーの体に。ミッドナイトブルーなんだ。え、かわいい。98cm だって。夜のお散歩だって。そしていいね。結構やばい。眠らないドンキもさすがにこの時間は眠ってる。絶対入らせてくれないんだけど。あ、かわいい。どういうミラドンキだって。ピザーラだけ見たい。そう、ピザーラがあったら本当に大事だから。ここのパーキングエリア多分エビナよりもすごいんじゃない？はい、ということでまさかのミニストップしかやってなかったんですけども、ピザーラあります。え、だから普通にドンキやってんのが意外なんだけど。すごいね、ここ。やってる時に来たい。天気も超良くなりました。はい、ということでやっぱりミニストップしかやってなくって、ミニストップやってまいりました。でですね、まあ、でもそこでもちゃんと濃いものも売ってまして、こちらたぬき結びの素を買いました。私たちおにぎり大好きなんで、これでおにぎり食べます。で、普通にミニストップ商品、これ誰買ったの？198円。で、私がこちらささみしそ梅味でございます。で、こちらスタンプラリーの方参加させていただきました。ありがとうございます。それではまた食べている様子は車内で撮りたいと思います。もうこれがちょっと1時間ぐらいは行かなくていいか。パーキングエリアね。メイクしたい。メイクしたい。それではささみ揚げを食べます。いただきます。ほうちゃん、ほうちゃん、うん、
岡崎体育に着きました。やめよ。やめろ。メイクしてんのみんな。すごいね。岡崎体育着きましたけど、おりません。おりません。おります。おりません。ということで、すっかり太陽が眩しすぎるぐらいに当たっとるんですけれども、YouTuber はここに絶対来なくてはいけないんです。こちら。岡崎です。中にパネルがあるんで、ちょっとそれ行ってみようと思います。すごい。私が昔来た時こんなのなかった。ちなみにホームの話と爆睡ということで車の中にいるんですけど、私はもう化粧バッチリでいつでももう出れます。写真お願いしていいですか？ OK。 お店が全然やってないと思うんです。まだね、時間が6時58分なんで多分全然やってないと思うんですけど、ちょっとちらっと見てみて、で、なんかあれば買おうと思います。はい、ということでですね、結局中入ったらスタバがあったんで、スタバで私チャイティーのホットにしちゃいました。で、そしてパピコがですね、こちら岡崎の卵サンドを買ってました。すごい美味しそう、限定品みたいです。ちょっとまあ車の中でこれ飲むしかないんで、今ここで飲んでレビューします。私が最近すごいチャイティーハマってて、ホットチャイティー飲んでるんですけど、ホット初めて。すごい、ホットだと上に泡が乗っかってる、めっちゃ美味しい。では次のパーキングエリア行きたいと思います。はい、ということで、今寝てるんですけども、私もさっきまでめっちゃ寝てて、あと30分くらい着くんですけど、全然メイク終わってないです。こちら、ツイッター。はい、こちらではですね、まずおはじきキャンディー、すごくないですか、めっちゃリアル。あとは冷凍バナナ、バナナチョコが凍ってます。あとはモンスター。で、この動画の締めはですね、超懐かしのあちらに行きます。のんちゃんは初めてかな、私は何回か行ったことあるけど。ということで、パーキングエリアやってみてファイナルでございます。さっきホームのと逆で私が寝ちゃったんですけれども、こちらですね、10円自販機に来ました。今日これ何個かやって終わりたいと思います。これは本当に安くない？160円ってさ、本当に安いよね。まずざっと自販機見たいと思います。何が出るか分かりません。200円ごくごくです。え、しかもソース500円。で、これは全部10円なんですけど、もう10円はなくなってました。こちらもう全部売り切れです。ということで、その冷凍やってみたいと思います。200円から。ということで200円やります。すごい、何番？4番がいいか。シャキです。こんな感じで久しぶりに10円自販機やりました。パーキングエリア回るって形だったんですけれども、まあ、最終的にはちゃんと大阪着いたよって動画でございました。ということでですね、昔の10円自販機やっている様子を最後にお届けしたいと思います。それではまた次回のあの番組でお会いしましょう。キャイバイバイちゃん。はい、皆さんこんにちは。朝の8時でございます。なんと、はい、皆さんこんにちは。ハローです。で、今日はね、で、朝一番に来たわけです。見てください、売り切れてない7個売り切れてないんです。さあ、これをやりましょう。でね、しかもね、こっちのここ売り切れてない、ここ全部売り切れてない、6個売り切れてないんです。で、2個だけ100円なんですけども、これもやっていきたいと思います。来たよ。え、しかもね、今日ね、目覚ましテレビでね、星座ランキング第1位だったから、ありがとう。猫の方が多いかもしれない。猫の方が多いわ、できるのが。じゃないの、どこをしますか？私は、三毛猫が好きだから三毛猫をしよう。いい、10円自販機。きたー、冷たいお茶。10円でもこれってすごいじゃない？ないのないの、OK。ここに答えがあるんですよ。本当だ、めっちゃ水入ってる。次こっちやってみよう。レッドイートボー。おっと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 、冷たくない、そんなに。こっちの方が冷たい。お茶、すごい。50ジュース以外のもの出てくるやつ。一回手がます。やっぱ高い位置がいいよね。寒涼落とした今。あ、そういうことか。あ、食べ物が出てきた。食べ物。次、100円やってこ。100円2個しかないんで、これ2個やってきます。
あ、うんうん、めっちゃいいじゃん、ガム入ってた。あ、ガムめっちゃいいじゃん、ありがた。なんかさ、これ多分お茶しか出てこないパティンドンなの。なんかこっちの方が楽しいよね、なんかこれやっていきます。あ、待って待って待って、あ、分かった分かった、はいはいはい。なんでこっちが全部売り切れてるかって言って、こっち側がそのぬいぐるみが出てくる方なんだと思うの。こっちでもお菓子じゃん、ほらお菓子の自動販売機含めたんだ。こちらも同じのですね。ほらもう食べれない、ないのにプレゼントします。あとは見てこれ、あ、めっちゃ気になる、有名ブランド30円、いくよ。あ、へこんでる。そういうことか。ラスト1回ずついっていきます。怖い目が。こっちやります。黒猫、すごくない？でもお茶が10円だよ。10円でこんな強茶飲めるんだよね。すごい、めっちゃ冷たい。10円自販機やってみてでした。すごい、すごい、すごい。はい、どうぞ。はい、やりたい。おいしい、ひっくり返して。どない？おっ、来た、あ、これこれこれ、オッケー。